ればいいだろうかな。それがこの頃の僕の口癖。もうすぐ卒業式だというのに、まだ行く道が決まらない。迷いと不安と焦りとが僕の胸を締め付ける。諦めてゆく、それが大人になることだと誰かが囁いた。どうすればいいだろうかな。またも口癖が知らぬ間に出る。非行な生き方選んだとしても、無意味に時が過ぎるだけ。自分を大事にしたいから、夢を信じ生きてゆく。流されてゆく、それが大人になることだと誰かが囁いても、見えないから未来さ、道もないけれど、いつか見えてくるはず。走り続ける、自分を大事にしたいから、夢を信じ生きてゆく。流されてゆく、それが大人になることだと誰かが囁いても。